本当、まあ、やっぱ海外のお客さん、特にヨーロッパのお客さんは本当に確実にロックしてくれるんで。お願いします。どうぞ。いただきます。そんなことからきっかけにヨーロッパで勝負したいなって思うようになった。俺が誰かとかなんてお客さんには分かってもらってなくていいんですよ。あの人たちはただ楽しみたいだけだから。ヨーロッパ、アメリカからすると別にそういうとこ行って踊るっていうのは別に何の特別なこともなく、まあ、日本人がカラオケ行くようなもん。あー楽しみ。若い人から年いっててる人まで、日本人でも外国人でもいろんな人がいて、一個の空間と音楽で楽しんでいるっていう時間を共有している、まあ、人と街がすごく居心地いいんで。北斗です、DJ です。これでいいですか。よろしくお願いします。生まれは東京都の狛江市っていうところです。東京都の世田谷区と調布市と、あと神奈川の川崎市に挟まれてる、多分日本で一番ちっちゃい市が埼玉のどっかにある市で、2番目にちっちゃい市が狛江市っていうところで、警察署も調布警察の管轄になっちゃうようなちっちゃい市です。で生まれ育ったですね。ターンテーブルをなんだ新聞配達のバイトで買ったのが15、6なんで、で今44なんで、ん28年ですか。長いっすね。人生の半分以上余裕でやってます、ね、気づいたら。世界に行くようになったのって何歳ぐらいですか。意外と20代の頃から結構行ってて、20代の頃は逆に LA に友達がいて、で15回20回ぐらい LA 行って、あとハワイですかね。でそっから20代後半ぐらいになって DJ ターシー君に紹介してもらって台湾に行くようになって、そしたら今度アジアがいろいろ広がって、でひょんなことからきっかけにベルギーの DJ の人と日本で知り合って、で一回ヨーロッパ来ないかって言ってくれたんで、その後それ31、2ぐらいですかね、初めてヨーロッパ行って、でそこで見たヨーロッパのヒップホップのクラブシーンがすごい衝撃的で、でなんかそこからヨーロッパで勝負したいなって思うようになった感じですかね。これがオランダの名物。なんか、はい、自販機でコロッケとハンバーガー買えるんですよ。これ結構意外と地元の人も食べるんですよ。うーん、観光客も食うけど地元の人も意外と。曇ったり晴れたり忙しいですね。こんなに気温に差があるのか。
北斗さんの中でオランダっていうのはちょっと特別な国ではあるんですか？そうっすね、まあ、やっぱ一番自分がやってるスタイルに一番合ってるなっていうのもあるし、あと友達が一番多いっすね。あーヨーロッパにいる間だいたいスイスかオランダの、はい、にいるんですよ、あの DJ ナイトで、はい、だから基本、うん、3ヶ月いたら1ヶ月とかはトータルして1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいオランダいるんで、だからみんな仲いいっすね。やっと久々に3年ぶりにみんな会えるから超楽しい。だいぶ忘れてましたけどね、やっぱコロナ中。あそれまでは1年の半分ぐらい俺こっちいたんで、だけど3年行ってなくて、はい、久々にどんな感じかなみたいな。北斗さん、北斗っていう名前は本名なんですか？はい、ソビオス。どういう由来なんですか？聞きますね。やっぱりいや、そこは聞いてくれる人、やっぱり今まであんまりいなかった。